大気線、大気線、大気線。サラベリーグランドは、動物の大気を分泌する線であり、同管は高校に開口している。大大気線と小大気線とに分類している。脊椎動物の大大気線は、自家線、学化線があり、哺乳類にはさらに舌下線がある。以下は特に記述がない限り人の大気線についての説明である。自家線、自家線。 プラティドムランドは大大気線の一つ。自家栓は最大の大気線であり、三角形を低手外異道の全下方にあり、下顎は下学角に達する。後端は強さ乳突筋及び茎状突起から出る諸筋に接し、その一部は深く下学後下に入り顎関節に接し、この部を深部という。上縁は下顎枝及び後筋の外空で頬骨弓の下にある。 前後計3から3 5トル、上下計4から5トル、厚さ2から2 5トル、自家線管は長さ5から6トルあり、この線の前上部から出て、頬骨弓の下約1トルのところをこれと平らに後筋の外面に沿って前奏し、その前縁で内方に曲がり胸筋及び頬の粘膜を貫いて、上顎の第2、第9子の破管の高さで、 その対岸にある自家栓入等で高校前提に開校する。自家栓管の髪型に副自家栓があることがあり、その導管は自家栓管と合する。顕微境界剖学的には純小液性であり、線の形から言えば複合補助線である。鍾用管結合組織により多数の小場に分かれ、大きい導管以外は鍾用内に含まれる。なお、自家栓の間質には、 脂肪組織が多いことが特徴である。終末、分泌部は、小液細胞よりなり、核は丸くて、細胞質は下流に富むために暗く見える。分泌物が多く溜まると細胞は大きくなりかつやや、明るく見える。細胞間分泌細胞があり、また細胞と、規定膜との間には、扁平なカゴ細胞、筋状皮細胞がある。なお、線細胞の外側半。 各半分は、やや延期構成に染まる。これは、素面小包体の集積のためであり、タンパク質合成が盛んなことを示している。終末部は、細長い海材導管、海材部、胸部によって、線状導管、線状部に連なり、これが集まってやや太い導管となり、自家線管となる。海材導管の壁は、低い単層立方上皮で内空が狭く、 戦場道管の壁はその規定膜に近く立て線。規定線上のある単層円柱上皮で内空はやや広い。導管は大きくなるに従い、単層、内視二層円柱上皮で覆われ、内空は次第に大きくなる。顔面神経とその枝及び外系動脈とその枝は自家線を通り抜ける。ただし、顔面神経は自家線を支配しない。絶印神経の枝が 大気の分泌をコントロールする。学河線、学河線、グランドラサブマンディブヤラリスは大大気線の一つ。人以外の脊椎動物では化学線と呼ばれる。学河線は自河線に続く大きさの大気線であり、やや平らな大円体をなし、長さ2.5から3 5トル、厚さ約1 5トル。位置は顎舌骨筋のもで、 下顎骨と顎に腹筋の前後両腹との間の三角形の下にあり、外面からは朝首筋膜に覆われている。顎下線管は線の後端から出て顎舌骨筋の後円を回り、その上にで舌下線の内側を前進して舌下小球に開く。その長さは5から6センチメートルである。 顕微境界防学的には大部分が小液性であり小部分の未混合性である。染症用内には脂肪細胞が少なく終末分泌部間の結合組織も少なくて緻密である。小液性の部分には海材及び線状を同感がよく発達している。小液細胞及び粘液細胞よりなる混合性の部分では 小液細胞が群を成して終末部の一群に押されて、いわゆる半月、ルネラを成す。粘液細胞は分泌物が多く含むとき、その原型質は、扁平な角とともに、細胞の底部に圧せられる。舌下腺、舌下腺、グランドラサブリムガーリーズは、大大液腺の一つ。高光底の粘膜下で、顎舌骨筋の上にあり、 下が骨帯体の内面に接し前後の細長く左右に扁平である。前縁は絶下昇級に達し、顎下線とは顎絶骨筋により隔てられ、時として後端が本筋の公園で顎下線と連なる。長さ3から4センチメートル、幅及び厚さは約1センチメートルである。同管のうち大絶下線感は学下線感と合わし、または 独立して、舌下小級に開き、多数の小舌下戦艦は、舌下飛打に沿って開く。大と小の舌下戦艦により戦隊自身が大と小の舌下戦に分かれている。顕微境界望学的には、混合性であり、形状から言えば、複合艦情報上線である。額下線の混合性の分に似るが、これよりも終末部が広く、半月は、 多数の消液細胞よりなるために大きい。洗浄動管は痕積的である。なお、終末部管の結合組織が多いために、洗浄用の構成が素である。肉食獣には頬骨腺が存在する。ウサギなどには眼科下腺が存在する。エゾバイカの巻貝にも唾液腺があり、それらを粒として食用する際にエゾボラもどき。 悲鳴ぞゾボラなどの唾液腺を取り除く必要がある。これはそれらの唾液腺に含まれる。デトラミンにより食中毒である解毒巻き貝、粒中毒を起こすことを防ぐためである。年に数件発生事例がある。小唾液腺には下記のものがある。唾液腺にも以下のような様々な病気が発生する。腫瘍や椿腫では、医師、自備因郷科、統計分野科や、 自家線を除き歯科医師、歯科高校外科、自己免疫疾患や感染では、医師、内科、小児科、自鼻咽喉科が治療を行うことが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。